アニメ、機動戦士、ガンダムシードシリーズの約20年ぶりの完全新作となる劇場版、機動戦士、ガンダムシードフリーダム、1月26日公開の興収情報が発表され、公開3日間で観客動員634,182人、興収1,568,3130円を記録した。この数字は2024年上半期ナンバーワン&ガンダムシリーズ最高の大ヒットスタートとなり、早くもネット上では最終興収の予想が相次いでいる。歴代ガンダムシリーズにて最高興収を記録した機動戦士ガンダム3巡り合い宇宙編1982年公開の興収23億円超は濃厚だが、大ヒットした近年のアニメ映画の公開3日間の興収からガンダムシードの最終興収を予想。